ぜ。今日は何をするんだ？今日は公式大会の北カレプロローグに参加するわ。それってどんな大会なんだぜ？以前参加したカルデアプロローグがあったでしょ？あれの北カレの酒場だと思えばいいわ。使えるのは北カレ図鑑のポケモンのみよ。オーダーボンビーとモッコの3体、暁たちぐまは使用可能よ。そしてこれが今回使うパーティーよ。あれでもトリルパーティーでもなさそうだな。急ごしらえのパーティーになってしまったけどね。細かい動かし方とかは大変中に話すわ。わかったのぜ。それではお相手の方、対戦。よろしくお願いします。こっちの先発はラバソチャとキミキザンよ。この2体はどんな動きをするんだぜ？キミキザンは電磁波やステロで場を整える方になっているわ。ラバソチャは冥風を積んで全体技のシャカシャカ砲で攻めるわ。お相手は一カネズミでこのヨドルを攻撃し5分目の拳の威力を上げるはず。ここはキミキザンでこのヨドルに電磁波を入れましょうか。ラバソチャは冥風でも積んでおきましょうか。さて結果は？お相手はここでクラッシャーを作ったのぜ。タイプは何かしらね。お相手のこのヨドルのテラスは炎テラスのようね。キミキザンには断絶CG を仕込んでいるから抜群は危険わ。問題はこのヨドルの特性ね。そして相手の一カネズミは予想通りの動きをしてきたので、これでこのヨドルの噴霧の拳の威力が上がったので、そして相手は噴霧の拳で攻撃してきたので、狙われたのはヤバソチャね。素早さは負けてるし、これは耐えれないので、キミキザンは電磁波を無事に当ててくれたわ。これで相手のこのヨドルの素早さは半減したのぜ。でも噴霧の拳の威力は高いままなんだぜ。マシになっている間になんとかしたいわね。ここは次にどのポケモンを出すんだぜ。ここはマンムーを出していきましょうか。岩流れで両方を攻めていくわ。今回でマンムーは草分けを収穫してたからね。マンムーは岩流れ、キミキザンは一カネズミに電磁波を入れましょうか。あれ、大丈夫なのか？このヨドルの特性は魔剣気の可能性があるんだぜ。岩石の特性が高くなっても攻撃力が上がる危険があるのぜ。でもこのヨドルはダブルでは闇気の方が高いと思うのよ。キノコの放置は再臨時対策で、だからここは魔剣気ではない可能性に欠けるわ。
ブラックのおかげでダメージを与えることができたわ。そして開始のブラックムーンでこの予防を取ったの。これがやっと一番倒せたのぜ。だが相手の気持ちはまだ3体もいるのぜ。11番はもう1つゼロを巻いてくれたわ。ここでゼロを巻く意味はないような気がするがな。Thank you.
ちょっと食べ残しかと思ったら先生の爪だからな。息子くんも眠っちまったからな。これは完成だ。これはまだまだ自分の作りは
ぶりにしたんだぜ。それではお相手の方、再生ありがとうございました。また今日はここまでにしましょうか。それでは皆さん、ここまでのご視聴ありがとうございました。